ジェ、12って書いてあるレンチを取ってくれる？12、あった、これだ。ありがとう。ねえ、退屈だったら食堂に行っていいのよ。誰かが遊んでくれるわ。っていうか取り合いよね、みんな興味津々だもの。あなたきっとじきにみんなのアイドルになるわよ。アイドル？可愛くて人気者ってこと。ここにいてほしいけど、そうも言ってられないわよね。私やっぱり船を降りなくちゃいけないの？そりゃいつかはね。この間は最前線を行くんだもの。このままじゃ一般人のアンジェを激戦地に連れていくことになっちゃうわ。詳しい処遇は艦長が決めるだろうけど、補給のタイミングでどこかの町に降ろすか。一番いいのはもちろんアンジェの記憶が戻ることだけどね。私の記憶、思い出すの怖い？わかる。記憶って楽しいことばかりじゃないもの。だけど大切な人たちとの思い出をなくしたままなのはかわいそうだわ。大切な人たち、家族とか友達とか、まさか恋人がいたかしら、おませさん。かわいい。さ、作業を続けましょう。次は、ラグナリン混合機の動作が不安定なのよね。どこかのパーツが傷んでるんだろうけど、一旦稼働を止めてテストするしかないか。5番のバルブじゃないかな。え？負荷がかかって痛いって。本当だ、傷んでるのは5番バルブ。アンジェ、あなたすごい感してるわね。どうしてわかったのかしら、負荷テストしなきゃわからないような不具合を。レイリー、アンジェは一緒じゃないのかい？検診の時間よ、医務室にいるわ。そうか、ならちょうどよかった。彼女の処遇が決まったんだ。あ、そっか、もう決まっちゃったんだ。もう少し仲良くなりたかったんだ。いや、レイリー、違うんだ。アンジェはこの間を降りない。え？当面はこのまま君のそばに置いて世話してほしいということだ。でもそれじゃアンジェが戦闘に巻き込まれることに。この間はすでに敵地深くへ入っている。それに加えてこの気候だ。安全な受け入れ先もないまま艦を下ろす方が危険だという判断なんだろう。だけど艦長は妙に煮え切らない態度だった。何か別の思案をしているような。どういうこと？ごめん、
僕には聞き出せなかった。とにかく彼女の安全には極力配慮して。分かってる。あの子が記憶を取り戻して故郷に帰るまで私が責任を持って守るんだから。そうと決まれば早速アンジュに報告に行かなくちゃ。待って、レイリー、まだ聞きたいことが。やれやれ、すっかり夢中だな。素晴らしい、アンジー、見事な働きぶりだったよ。ドクター、アンジーは。お姉ちゃん。アンジー、あなた、この匂い、血じゃない。どうしたの？もしかして怪我でもしたんじゃ。心配無用だよ、レイリー。アンジェはどこにも怪我なんてしてない。さっきここに銃の暴発で怪我をした兵士が運ばれてきてね。緊急事態だが人手が足りず、アンジェに手術の手伝いを頼んだんだよ。私、助手したの。あなたが助手？すごいじゃない。さすがに血は怖いようだったが、落ち着いていて冷静だった。その子は天使だよ。血まみれの俺の手を握ってにっこり笑ってくれたんだ。おかげでろくに麻酔も打ってくれねえヤブ医者の手術にも耐えられた。お褒めの言葉、どうもありがとう。お礼にとびっきりしみる消毒薬を使ってあげよう。冗談だよ、アンジェ。消毒は君がしてやってくれ。その方が傷口も痛まないらしい。はい。どうやら小さなナースが誕生したみたいだね。アンジェ。アンジェはいるかい？アンジェなら医務室よ。何か用？ジャガイモの皮むきを手伝ってほしくてね。帰ってきたら伝えてくれ。わかった、伝えておく。よう、アンジェ。って、レイリーだけかよ。アンジェなら食堂を手伝ってるわ。いやさ、洗濯物を干すんだけど一緒にやっちゃもらえないかなって。伝えておく。アンジェ、缶詰のドロップが手に入ったぞ。なんだ、レイリー一人だったのか。仕方ない、待たせてもらおう。して、アンジェ、アンジェって。私だってアンジェと遊びたいのに全然帰ってこないじゃない。アンジェならいないわよ。お姉ちゃん、私だよ。アンジェ、ごめん、入って。もうみんな好き勝手に引っ張り回すんだから。いいいい、アンジェ、嫌だったらお手伝いなんて断っていいのよ。私、嫌じゃないよ。だけど
私にはわかるわ。すごく疲れてるでしょ。あなたの体は本調子じゃないんだから、無茶しちゃダメ。心配させてごめんなさい。でも、え？でも私全部忘れちゃって、思い出を一つも持ってないから、少しでもみんなとの思い出作りたいの。アンジュ、大丈夫だよ、私元気だもん。みんなお手伝いのご褒美だって、いろんな食べ物分けてくれるの。食べきれないくらい食べて、もうお腹いっぱい。そのせいかな、なんだか眠くて。疲れてるように見えるのはそのせいかな。じゃあ今日はもう寝なさい。はい。あ、歯磨きは忘れずにね。お、はい。思い出か。思い出を作るだ？そう、アンジェに楽しい思い出を作ってあげるのよ。あの子の記憶が戻っても私たちのこと覚えていてくれるようにね。記憶が戻ってもか。なぜだかあの子、何かに追い立てられているようなところがある。確かにそうかもしれない。いつもあちこち走り回って、この前は機関室でアンドレを手伝ってたよ。驚くくらい筋がいいって。そうなのよ、あの子ナース以上に機関士の才能があるみたい。賢い子だよ、いつ見ても一生懸命だし。そこがみんなに可愛がられるゆえんなんだろうな。きっと記憶がないから不安なのよ。体を動かして考えないようにしてるの。だからね。まあ思い出作りくらいなら協力するがよ。一体何するつもりだ？聞いて驚きなさい。寒い。なんだって夏のお祭りをこんな真冬に。グズグズ言わない、もっと雰囲気出してよね。ほら来たぞ。あの食堂に来てってメモを見たんだけど。精霊節おめでとう、アンジェ。驚かせてごめんね。精霊節はガリアに住んでる妖精や精霊たちが愛を交わす日とされているの。それにちなんで私たち人間も大切な人に心を込めた贈り物をするのよ。へえ。あ、でも私何も用意してないよ。いいのいいの、楽しんでくれればそれで。はい、それじゃあまずはラズからね。おう、俺は上物だぜ。アインヘムトで手に入れた一番うまいベーコンだ。これ良くない匂いがする。え、アインヘムトって
ったな。ジャーキーなら日持ちはしたかもしれんが。っていうか女の子への贈り物にベーコンって。あのでも嬉しいよ。ありがとうラズ。あ、はい、次カイの番よ。私はこれだ。これはライフル弾よね。ちょっと物騒すぎない？これは私が作った特別製。中に入っているのは腹痛に効く内服薬だ。これさえあればたとえ腐ったベーコンを食べ腹痛を起こしても立ちどころに。クロード、どうぞ。僕はごめん、急だったからこんなものしか用意できなくて。管制室で使う海軍特製のレターセットなんだ。うわー、かわいい。文字を書くことは脳の刺激にもなる。記憶を取り戻すきっかけになるかもしれない。ふーん、グロードにしちゃ気が利いてるわね。それじゃ最後は私の番。なんだよもったいつけて。それお前に支給された浮気じゃねえか。そうだけど、こっちはちゃんとアンジェに合わせてアレンジしてるんだから。ほらアンジェ着てみて。まだちょっぴり大きいけど、ありがとうレイリー。ラズもカイもクロードもこの間のみんなに、私出会えてよかった。絶対に忘れないよ。何があってもみんながくれたもの、贈り物と思い出とずっと一緒だよ。よかった、思い出作りは成功かな。いや大成功だ。違いね。大好きだよレイリー。アンジェン。輸送車隊を保管庫の裏手につけ、見張りを引きつけている間に。輸送車、あの車に乗ったら外へ出られるのかな。行こうラグナ。ラグナ、どうしたの？行くわよ。何よ、ぼーっとしちゃって。わかったわ、今日は車の番をしてて。ラグナ、心配してくれたの？ありがとう。だけど私行かなくちゃ。誰かが私を呼んでるの。ここに来て、早くおいでって。あっちから聞こえる。うん、大丈夫。少し怖いけど私行かなきゃ。
なた。いいえ、私は誰も呼ばないわ。そう、綺麗だね、氷の海がキラキラ光ってる。お船の上からはただの真っ白な野原にしか見えなかった。街っていいな、明るくて暖かくて。その子、お姉さんのお友達？友達？そうね、私の親友よ。ラグナと同じ、とっても賢そうな子。私ともお友達になってくれる？よしよし。珍しいわ、フェンリルが私以外の人間に撫でさせるなんて。ラグナとももうお友達だね。船っていうのは連邦の雪上艦ね。どうしてこの町に？ごめんなさい、私記憶がないの。記憶がない？アンジェ、覚えてるのはその名前だけ。そう、すべて忘れてしまったのね。そういう子他にもいたわ。きっとそのままの方がいい。そうして微笑むことができる方が幸せよ。だけど嫌だよ、何もわからないの。みんな頑張ってるのに私だけ何もできずに守られてる。ご飯もね、二切れしかないパンをみんなが私に一切れずつ分けてくれるの。いただきますの頃にはパンのお山ができて、私食べきれなくて。みんなはお腹がグーグー鳴ってるのに、それを見てニコニコ笑ってるの。それでね、夜眠る時にはお話を。もう十分。幸せよね、楽しいわよね。私だってそうなりたかった。ごめんなさい。いいわ、教えてあげる、本当のあなたを。え？あなたを守ってくれる優しい人たちのため、あなたに何ができるのか。知りたいよ。私、みんなのために働きたい。そう。だったら、思い出しなさい。自分が何者なのか。何のために、ここにいるのか。何のために、ここに？始まったようね。始まった。きっかけは与えた。これから徐々に思い出すわ。あなたの力で、あなたを巡って
これからどれだけ血が流れることになるか。友達ね、彼女も傷ついてしまうかも。そんなの嫌だ。なら帰りなさい。あなたを選んでくれた人のいる場所へ。そしてそこで、行きなさい。早く。様、何か。こちらに連邦兵が来ませんでしたか。追跡してきたのですが見失い。私が始末した。塵も残さず溶けてしまったわ。アンジェ、私たちこんな時代でどう生きていけばいいのかしらね。誰を何を信じれば。よし、全員揃ったな。待て、ラグナがいない。何？あの子が持ち場を離れるなんて、何かあったのかしら。ラグナ！あれはアンジェ？どうしてここに？話は後だ。今は急ぎ撤退する。よし、発進するぜ。しっかり捕まえ。ねえアンジェ、あなたの身に何かあったらみんな悲しむの。だから黙ってどこかに行ったりしないで。ごめんなさい。船を降りたければそう言って、後継人をつけて安全な町まで送り届ける。違うの、私この船が好き。ここのみんなが。だからみんなの役に立ちたくて、町に行けば何か思い出せそうな気がして。アンジェ、あなたが笑ってくれてるだけでみんな幸せな気持ちになれるの。戦場は苦しくて笑顔を忘れそうになるから、あなたの笑顔にみんな感謝してる。だから役に立つとか立たないとか考える必要なんてない。何も気にすることないんだから。ヘイリー、でも記憶は取り戻したいわよね。以前のことを何か思い出した？思い出した、少しだけ。あ、いいの、無理に思い出さなくたって。記憶がないなら新しい思い出を作ろう。みんなと一緒にいっぱいね。新しい思い出。さーて、それじゃあ素敵な思い出第1弾、
素直にごめんなさいできたご褒美はじゃじゃーん、レイリーお姉ちゃん特製のプディングよ。プディング、あら、カスタードプディング嫌いだったかしら。私食べたことない。プディングを今までに一度も。多分甘いもの禁止のお家だったのかしら。とにかく絶対絶対美味しいんだから、さ召し上がれ。うん、いただきます。まだまだあるからたくさん食べてね。うん、ありがとうお姉ちゃん。